前回赤いマシンを作ったので、今回青いマシンを作ろうと思ったんですが、タイヤがね2個しか見つからなかった。ということで、今回もタイヤについてやっていこうと思いますが、前回のタイヤセッティング、なかなかローフリクションが見つからないということで、比較的手に入りやすいノーマルタイヤとハードタイヤでセッティングしてみました。セッティングのポイントとしては、 FMVZ ということで、フロント周りに駆動が集中するため、グリップ力の高いノーマルタイヤをフロントへ、ギアをハードタイヤにすることでジャンプ飛距離を抑えることができます。グリップに強弱をつけることでこのようなセッティングができるわけですが、大体にしてノーマルタイヤって摩擦大きすぎるんだよね。なので今回やる改造としては、タイヤのグリップを落とす付けタイヤというのをやっていこうと思います。付けタイヤのやり方としては、タイヤを適当な容器に入れて、パーツクリーナーを中に噴射する、たったこれだけ浸すぐらい入れましたら、蓋を閉めてあげて、はい、終わり。このやり方というのが、以前に投稿した縮みタイヤと同じやり方で、縮みタイヤの場合1日置いてタイヤを縮ませたんですが、今度は逆にグリップがなくなりすぎたので、今回のタイマー90分にセット、90分つけてみて様子を見たいと思います。その間にホイールの準備、今回ではホイールトレッドの長いものを使っていこうと思います。はい、そうしましたらホイール貫通、はい、もう少々お待ちください。はい、およそ1時間半つけましたので、タイヤ取り出していきます。うん、硬くなったのかな、どうかな。ではこのタイヤはめてみると、あ、でっかくなっちゃった。はい、それでは乾くまでもうしばらくお待ちください。どうかな、乾いたかな。せーの、はい。いやー、乾くまでにだいぶ待ったけど、お、ずいぶん硬くなったかも。それではタイヤ交換。肝心のグリップはというと、でもさっきよりはいい気はするんだけど。そうなるとあとはタイヤ加工、ハーフカットにすることで摩擦面積を減らします。あ、だいぶいいかも。タイヤ加工大体にして難しいんだけどという方は、オフセットトレッドタイヤやバレルタイヤを浸して使うといいでしょう。あとはパーツクリーナー、これ捨てるのもったいないんだけど。タイヤやブレーキを拭くのにちょうどいいかと思います。タイヤもう少し綺麗に作れるとよかったんだけどな。まあ走らせたらそのうち整うか。はい、ということで付けタイヤ、これで完成です。
本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。